ふふふふふふ。どうした気持ち悪さがいつも以上にひどいぞ。言葉のナイフに切れありすぎです。とうとうあれを手に入れたのさ。とりあえずポリスメンを呼んだ方がいいか？それはご勘弁を。ついにあのゲーム機を手に入れたのさ。もしかしてあの市場になかなか出回らない伝説のゲーム機か？その通り、フリマアプリに一日中貼り付いて安い価格で手に入れたのさ。マジかよ、早く見せてくれよ。そいつがこれさ。あれ？これ前の世代のゲーム機じゃん。というかなんかおかしくないか？いやいや、ほら中身もきちんとあるじゃん。なんかチープというか、あれ？コントローラーが優先だぞ。きっと新しいタイプなんだよ。ほら新しいカートリッジタイプ。カートリッジ？ほらゲーム画面もこの通り。なあ、これって。これが最新のソニックか、すごいねー。これ偽物だろ。うわーん。あ、これよく見たらポリステーションって書いてある。まあフリマアプリの個人取引だからトラブルは出るわな。くっそ、ソニー製品好きだから早く手に入れたいよ。ソニー製品は世界中にファンがいるからな。そんなソニーブランドを築いた経営者を知ってるか？いや知らないな。気になるから教えて教えて。教えてくれたら森永のポテロイブあげる。ごま油と塩味を食べてみたい。しょうがないね。今回お前に解説する人物は、森田明夫だ。なんか怒ると怖そうなおっちゃんだ。森田は1921年愛知県名古屋市で誕生した。森田家は知多半島の小菅谷村で350年前から根の日松という銘柄のお酒を作っている。江戸時代から作ってたの？歴史ある代々続いた家で味噌や醤油など事業領域を広げたが一時期存亡の危機だった。何か事業に失敗したとか？先代と先々代が骨董収集でお金を使い果たして資産がなくなった。需要云々以前の問題じゃん。安くて質の悪い酒が出回り始めたのも原因だった。そういう問題もやっぱあるのね。それで秋夫の父である14代目久左衛門は慶応大学を中退、オークション形式で骨董品を売りまくって資金にして、その資金を元手に問屋を通さない直販形式に販路を変えて無事再建することができた。親父有能じゃん。それで家は繁栄を取り戻した名門の酒造りの家。母は大垣藩主の一族で家老の娘。家は高級住宅地にあって敷地内にテニスコート、近所には豊田家の家もあったそうだ。トヨタってあの世界のトヨタ？その通り。めちゃくちゃお坊ちゃんなんだな。秋夫が10歳ぐらいの頃になると父親は会社の事務所や酒の醸造所に連れて行った。会社を見せて社会見学をさせるため？事業運営の説明をされたり重役会議の間は父親の隣に座らされた。10歳にそんなことをさせるの？私の10歳なんてドラクエ6で裏ダンジョン行ったと同時にセーブデータが消えた思い出しかない。薄っぺらすぎる。秋夫は事業に興味が湧いて中学の頃には休日に会社に会議があれば父に同席して、棚卸しをやったり飲み切りという酒の品質を見た目や口に含んで検査するということをやっていたらしい。中学生で酒を飲んでたの？口に含んでそのまま吐き出すんだ。これのせいか森田は酒が好きじゃないらしい。酒造りの家の跡取りなのに酒が嫌いなのか。伝統ある家にもかかわらず両親は新しいもの好きなんだ。例えば？フォード車を買ってタクシーやバス会社を始めたり、休日は T 型フォードのオープンカーでドライブ、後に父は運転手付きのデュエックで出社したり、家には GE の洗濯機やウェスティンハウスの冷蔵庫があったようだ。ハイカラだな。母はクラシック音楽が好きでレコードをたくさん買って蓄音機で聴いたり、秋夫を音楽会に連れて行ったそうだ。ええ家庭やん。父親は音楽好きなのを見て、音楽が好きならいい音を聞かなければならない。それで600円、現在の貨幣価値で100万円以上もするビクターの高価な電気蓄音機を購入した。ひえー、音楽を聴くだけなのにそこまでお金を出すの？秋夫はその音色に生涯忘れない感動を覚えたそうだ。そう聞くと買った価値はあった気がするね。そこら辺から機械に興味を持ち始めて流行っていたラジオ作りに熱中。電子工学の本を買ったり音の再生やラジオに関する雑誌を集めたりした。熱中できるものがあるのは良いことだね。それで熱中しすぎて学校を落第しかけた。程度覚えろ。進学では旧制第8高等学校、現在の名古屋大学の理科に一浪して進学した。父親は家業を継がせたかったのに全然関係ない分野なのでは？父親は失望したが反対はしなかった。親父理解あるな。その後大阪帝国大学に入学して研究に没頭できるかと思ったら戦争に突入。え？じゃあ研究できないの？支持している教授の話を集中的に聞くために他の教授の講義には参加しなかったので研究は順調にできた。マイペースだな。森田は海軍委託学生となり軍事訓練を受けて海軍に入る。何それ？承認されると海軍に永久服役となってずっと海軍の人間になるんだ。
そうでなければ短期現役士官としてレーダー装置や電波探知機の操作のため戦線に送り出されるという進路だ。委託学生だったら研究ができる。なんだそのあるようでない選択肢。その後戦争は激化して工場での作業に従事させられたり難しい技術上の問題を研究した。研究できてたんだ。研究所は退屈だから東京の理研図書館に文献探しと称して行って、週末は仲間と過ごすなんてことをしてたみたいだ。戦時中なのにマイペースすぎる。この頃くらいに軍と民間の研究者からなる軍の科学技術研究会というのがあった。この民間のメンバーの中にいたのが後に森田に大きな影響を与えた伊深勝がいたんだ。そんなに重要な人物なの？まあいろいろあったんだが森田は無事終戦を迎えることができた。生き延びられてよかったね。それで森田は実家に帰った。そうか、戦争で工場とかがボロボロになってるから手伝わなきゃ。工場は無事だし私や従業員も無事でお前はまだ若いから別に飛沫がなくてもいいぞ。あれま、それで東京の専門学校の教師をやらないかと誘いがあった。ちょうどいいお誘いなのでは？さらにこの時朝日新聞の記事に伊深氏が東京通信研究所の看板を掲げて事業を行ってると掲載されていた。ここで運命の人が出てくるのか。恋人みたいに言うな。それで森田は伊深氏に対して手伝おっか。マジで？超来てほしい。今は自分のポケットマネーで給料を支払っていて資金源を探している。これを聞いて森田は東京に向かうことにした。東京に出るのか。1945年10月に伊深は東京通信研究所という個人企業を立ち上げていて、日本橋のデパートの白木屋を一部曲がりしていた。デパートでも場所があるだけマシか。デパートの中の配電盤室だぞ。扱いがひどい。戦前伊深は日本高温工業の出資を受けて日本測定機を立ち上げてた従業員800人ほどの経営者だったんだ。それがなぜに配電盤室駅に。会社は長野に疎開していたのだが、戦争が終結して玉音放送翌日に伊深は東京に戻ろうとした。何その行動力の速さ。義理の父が政治の中枢にいて、活字作の短波受信機で海外のラジオ放送を聞いて情報を入手してたんだ。終戦前から行く準備をしてたのか。それで東京に行こうとすると従業員が、ここにいれば当面なんとかなります。食うものも住まいもあるからもう少し落ち着いてから東京に出ましょうよ。それでも我慢できず8人の部下を連れて東京に東京通信研究所を立ち上げたんだ。すごい決断だ。それでうまくいったの？さっき言った通り経営は火の車で給料は伊深の資材から出してる状況。いきなり風前の灯火。そこに森田が合流。伊深と新会社を立ち上げることに。森田は講師を務めつつ無給のパートで働いた。給料も出せないほど苦しかったからか。しかし問題があった。お金がないこと？森田の家だ。確か伝統ある酒造りの後取り息子だよね。それが家業を継がず新しく共同で会社を起こすんだ。親子の縁を切られても仕方がないという時代でしょ。それで伊深氏と伊深氏の義理の父で元文部大臣の前田多門と共に説得しに行った。豪華すぎる助っ人だな。父親は二人の説得を受けて、息子が自己を磨くために自分の能力を活用して他のことをしたいと言うならそうするべきだと思う。お前は自分の一番好きなことをやりなさい。父ちゃん頭が柔軟だ。これを受けて東京に戻り共同出資で東京通信工業株式会社、後のソニーを設立した。ついにソニー来たー。早速すごいもの作ろうよ。何を作ろうかと検討したところラジオ受信機が上がった。ラジオは当時不足していたからな。手っ取り早く作れそうだね。しかし伊深は、ラジオは嫌じゃ。わがまま言うんじゃありません。大会社は復活しつつあって自社製の部品はまず自社で使う。最新の技術公開もしないからだ。結構鋭い指摘だ。時代に先駆けた独創的な新製品を生産するのが会社を設立した目的だからな。普通のラジオよりもっとすごいのを開発したいのね。それで開発したのが電気座布団。どこが独創的だよ。新縁切り替えやインフレとかでとにかくお金がなかったからな。背に腹は変えられないというわけか。会社の通称である東通行の名前を入れたくなかったらしくて銀座熱する紹介という名前で販売した。ネーミングがひどすぎる。これがバカ売れ。売れたんかい？その後改装のため白木屋から立ち退きを迫られた。じゃあそろそろ普通の事務所に。御殿山の工場の公園食堂で使われたバラック小屋に移動した。まともな事務所への道が険しい。当時 NHK は放送用のミキシング装置を必要としていて伊深氏は作らせてほしいと申し出た。作る自信があったのね。それで管理していた進駐軍のアメリカ人将校が打ち合わせを兼ねて御殿山の東通行に赴いた。あのバラックを見せたの？それで将校は首を横に振った。そりゃそうだ。しかし NHK 再建を担当していた友人からの強い推薦でなんとか受注に成功した。
持つべきものは友だね。ね、ウプ主。なぜこっちに振る？それで質の高いものが完成して将校はなぜあんな工場で作れたのかが理解できなかったようだ。どんだけひどい工場だったんだ。イブカシはこの時 NHK のオフィスに置いてあったアメリカのイルコックス芸者製のテープレコーダーに目がついた。テープレコーダーなの？当時イブカシはいろんな製品を思いついて開発していたんだが、社内、特に経理担当はうんざりし始めていた。金にもならないからか。それでイブカシはこのレコーダーを借りて社内で見せて説得して、これこそ我が社にふさわしい製品だ、と社内は大体納得してくれた。銀座熱する紹介は志だけは高いな。しかし経理担当は納得しなかった。製品を見ても凄さがわからなかったのか。それでイブカシと森田はこの担当者をさらに説得することにした。情熱をぶつけるの？闇の料理屋に招待して手に入りにくいビールとか振る舞おう。ただの接待かよ。そこで説得した結果、開発しましょうか、と納得した模様。絶対に物で釣られたでしょ。それでレコーダーとテープを開発することにした。テープも作るの？テープは継続的に需要があるからな。確かにレコーダーだけだと一回だけだもんね。レコーダーはなんとかなったがこのテープが苦戦した。テープで苦戦したの？プラスチックがない時代だからな。紙テープに磁気材料を塗って作らざるを得なかった。紙テープですか？研究を何度も繰り返し、行き着いた先がタヌキの腹部の柔らかい毛で作った筆を使って手で塗るという手法だった。なぜそこに行き着けた？それで1950年5月に東通工オリジナルの日本初のテープレコーダー G 型が完成。付けられた名前がテープコーダーだ。ここから躍進が始まるのか。重さは35キロ、値段は16万円現在の貨幣価値で110万円以上だな。軽自動車が買えるじゃん。この機械を二人がかりで担いで持ち込んで営業を行った。罰ゲームかな？それで歌って踊る芸者とかに実演するも。おもちゃにしては高すぎる。一発ギャグで110万はちょっとね。多額の開発費をかけてるから小さな町工場である東通工にとって売れなければ待っているのは死だ。体を張ったギャグになってしまうのか。森田は、良いものを作っても結局顧客にその価値が理解できなければ売れない。録音の本当の価値を知らなければ客にとって私がよくわからない骨董品と変わらない。誰に売るか、どう訴求するかということか。それで設計と開発は天才イブカシが行い、森田は営業の役割を担うことになった。ここから東通工の躍進が始まるんだ。ついに来るのか。森田はテープコーダーを学校に売ることを考えた。もしかして学生をダマくらかして売るんじゃ。こんなクソ高いもの学生が買えるか。当時日本の文部省は視聴覚教育の重要性を唱えていた。見たり聞いたりすることか。それでテープレコーダーが使われるようになり、これが全国の学校に広まった。ということはめちゃくちゃ需要が生まれるじゃん。イブカシはこれら備品の購入する予算を聞き出し、その予算内に収まる学校向けレコーダーの開発に着手。旅行用トランクを指差して開発者にこう言った。あのトランクに入るぐらいに小型にならない？もっと軽くなればもっと安くもっと売れると思うんだけどね。軽くなれば一人で持ち運べるね。イブカシはたびたびこういう具体的な事例を出して、それを目標にさせたんだ。確かにわかりやすいし売りやすくもなるよね。森田はイブカシのアイディアをもっと急ピッチに進めるため、エンジニアに、熱海の旅館で缶詰になってやったらどうだ？完成するまで帰っちゃいかん。漫画家かな？雑音がないし疲れたら温泉に入れるからな。私もそこで缶詰されたくなった。この缶詰により急ピッチで作られたのが H 型テープレコーダー。重さは 13kg、価格は 8.4 万円、木製のトランクケースに入っていて、日本で初めて工業デザイナーによるデザインを採用した。なんかおしゃれな感じになってるな。48年は9割以上が逓信省や NHK、運輸省が顧客だったが、51年10月期はテープレコーダーの売り上げが7割となり、事業構造を変革でき、売り上げも1億円を突破して48年と比べて7倍だ。おもちゃと言われたテープレコーダーも売り方を変えるだけでこんなに伸びるのか。森田はブランドとデザインが重要な戦略であることに気づいたんだ。だから工業デザイナーを導入したのね。この成功から海外への活路を見出すため、1952年にイブカシは市場調査のためアメリカに渡った。こんなシャレオツなテープレコーダーだったらバカ売れでしょ。日本の学校の方がはるかにテープレコーダーを利用しててアメリカは需要がないわ。ということは海外展開は難しいか。せっかくアメリカに行ったのに無駄骨だったね。いや、トランジスタの特許使用が可能になりそうということをアメリカで知ることができた。どういうこと？
1947年にベル研究所がトランジスタという半導体素子を発明した。それってすごいの？当時はよくわからなかった。わからなかったんかい。今までは真空管で電気の制御をしていたが、電気を多く使用して小型化が難しかった。それを解決するのがトランジスタと。誰もがわからないトランジスタでも磁気テープを製作したうちであれば実用化に持っていけるのでは。それでトランジスタを使って電池式でどこでも持ち運べる超小型ラジオを構想した。本当に作れるの？イブカ氏は帰国して森田に相談して賛同。それで社内を説得し始めた。こういうのって社長が合してすぐに始めるものでは？ソニーはトップダウンではなく合議制だ。あら珍しいね。それで特許を保有しているウェスタンエレクトリック社と交渉するも、日本人がトランジスタは使えるはずないね。特許料払うだけ無駄よ。完全に疼痛工をバカにしてる。それでテープレコーダーやテープを開発した実績を提示してようやく進められた。実績はやはり重要なんだな。それで特許料は 2.5 万ドル、日本円で現在の貨幣価値でだいたい 4,500 万円。プレステ5が1000台分か。これを払おうとするもまた問題が。お金がなかったの？町工場ごときが最新技術を取り扱うなんてできるわけない。無駄に貴重な外貨を使わせたくない。当時外貨が不足していて使うには通産省の許可が必要だったが降りなかった。頭かったいなぁ。まあ当時の疼痛工はテープレコーダーを当てただけの一発屋だったからな。これで森田は50時間かけてニューヨークに行って相手への支払いを待ってもらうよう交渉することに。フライト時間が地獄すぎる。それで契約書を日本に送ってイブカは通産省を再び説得しようとした。これでわかってくれるかな？なんで勝手に契約しようとするの？プンプン。逆にへそ曲げた。通産省しょっぱいな。なんやかんやでなんとか許可が下りて54年1月に契約を締結。疼痛工の担当者である岩間氏は写真を撮ることもメモすることも許されない工場見学をして、ホテルに戻っては記憶を頼りに便箋にメモ。その便箋の枚数256枚、通称岩間レポートと言われている。ジャンプコミックより分厚いな。このレポートだけを頼りに開発をスタートするも金融機関から真空管の代用品を作る会社には危なくて融資できない。それで融資をなかなか受けられず資金繰りが逼迫、給料支払いの遅延まで出るようになった。誰も成功を信じてなかったのか。トランジスタの特許は製造技術が含まれてなくて、他の大手電機メーカーは他社と製造特許とノウハウ契約を結んだ。疼痛工は便箋レポートだけ。こりゃダメだ。要は初心者がガイドなしの軽装で最高峰のエベレストに挑むようなものだ。旗から見ると無謀以外の何者でもないな。この製造技術がないため独自で研究した。その時偶然の産物で開発に成功。偶然だったの？この時疼痛工の江崎レオナ氏が発見したトンネル効果は世間から認められて、1973年にノーベル物理学賞を受賞した。細かいことはわからないけどすごい発見をしたんだね。それで今度は急ぎラジオを開発するも、1954年10月にアメリカの企業がトランジスタラジオを世界で初めて発売した。世界一を取られちゃった。疼痛工は翌年アメリカの製品より小さい TR52 を開発。この製品に初めてソニーの名前を付けた。ついに我らのソニーが来た。森田はこれをアメリカで販売しようとした。これは売れる。いや、相手にどういう風に訴求するか必要だろ。あ、そうだった。森田はこう訴えて販売した。いろんな番組の中から自分専用のラジオでお気に入りの番組を聞ける方がいいですよね。みんなで聞くものではなく個別に聞くというライフスタイルを提案したのか。それでアメリカの小売店を回ったところ、功労で大きな商談につながった。よっしゃ、話を聞こうじゃないか。なぜにお前がどやる。アメリカの大手時計メーカーのグローバ社が疼痛工のラジオを気に入って10万個の発注を申し出た。今すぐ契約します。即決すぎるだろ。この商談を森田は断った。ボケるには早すぎませんか？失礼だろ。ある条件が気に入らなかったんだ。ある条件とは？ラジオにはグローバ社の商標をつけてね。それが気に入らなかった原因なの？うちは決して下請けメーカーだけにはならない。うちの製品をうちの名前で売って世界で名を上げたい。森田は断ることを本社に相談するも反対されたが、イブカ氏に電話して説得してグローバ社の商談を断った。ものすごい信念みたいなものがあるな。社内では色々と言われるが、森田はこの決断は間違ってなかったと思っている。この考えがソニーブランドに繋がるのかな？断った時にこう言ったらしい。50年後あなたの会社に負けないくらいソニーブランドを有名にしてみせます。これをマジで実現したのか。まあこの商品は材質的な問題があって、車のダッシュボードなんかの直射日光がガンガン当たるところに置くと、
熱で反り返るらしい。しかも部品が安定してなくて受注してたら訴訟で会社が吹き飛んでたかも。たまたま助かったんかい？その後改善した TR55 が55年8月に完成。日本初のトランジスタから一貫生産したトランジスタラジオだ。ようやく本命が出たのか。56年にはトランジスタの量産が軌道に乗って世界の5本の指に入るトランジスタ製造企業になった。これで世界市場を攻略するんだね。とまあ時間がちょうどいいので休憩にしようか。やっぱ分割商法なのかい？